ね、では早速二十問質問攻めスタートー。はーい。あ、はじめ苦手な色は？え、苦手な色、ショッキングピンク。はい、見せるタイミングのない特技を教えて。はい、あのね、あの手の指を超スムーズに、なんか石を持ってるかのように動かせることですね。やべえ。指は石持ってんじゃないの？コラボしてみたい人は？コラボしてみたい人、うん、いっぱいいるけどね、うん、あ、でもルナちゃんとね、してみたかったからね、今日叶ってますね。エモいぞ。はい、じゃあ次、なってみたい動物は？いやー、虫じゃなくて、虫ならセミでね、動物なんで虫？猫あ、マイブームは？あのね、アイスをね、むちゃくちゃね、あのね、爆買いすることですね。冷凍庫に超引き詰めるんだよ。冷凍庫でしょ。どんなアイスが好き？伊勢？うん、ないね。申し訳ないけど、ちょっと専門外ですね。あ、そう、女の子同性では語れるんだけど。なるほどね、わかりました。たい焼きは、うん、頭から食べる？尻尾から食べる？あのね、背びれ。背びれ？まさかの背びれから食べる。え、お胸とお尻どっちが好き？おっぱいですね。早い。好きなおにぎりの具は？あ、梅干し。あ、意外だな、それはちょっと。はい、じゃあね、好きなテレビ番組は？かっこ終わったものでもか。かね、ねえ、笑っていいと思うかな。なんで前なの。じゃあ、ルナさんお願いします。はい、無人島に何か一つ持っていくとしたら？これめっちゃ悩むなぁ。うん、うん、やっぱライターかな。ライター、火が大事だから。うん、実用的なの。最近買ったものは何？あ、さっきね、買ってきたんだけど、うん、ウェブマネーですね。今日回さなきゃいけないから。あ、なるほどなるほど。部活動をするなら何部に入りたい？やっぱねー、うん、帰宅部かな。やる気ねえのは。スクミズ派？ビキニ派？やっぱね、それはね、ビキニだよね、ビキニ。あ、そうなのね。うん、うん。5年後、何してる？やっぱ、あれだね、ホロライブでアイドルしてたの。いいな。何フェチ？足裏フェチですね、タイツの。あ、タイツの。おー、なるほど。自分のどんなところが好き？うん、アホ毛がな、アホ毛。あー、かわいいなのだね。うん。何だよ、その顔。何だよ。次、たこ焼きとイカ焼きならどっちが好き？あ、イカ焼きだね。おいしい。なるほど。自分を動物に例えると？猫かな。出た。おい、かわいいな。やめろよ。やめろよ、その反応。最後、ルーナにあだ名をつけてくださいなの。でもこれ悩むな。うなたん。うなたん。うなたん。ルーナ、うなたんなったのだ。わー。うなたん、いいですね。かわいい。これ。さて、まあ、これでね、全部の質問が終了したわけなんですけども、ちょっと脳が疲れるな。早かったのに。振り返って触れていきたいですね。ちょっとまず、あの、苦手な色のショッキングピンクって言ってましたね、そんな。ショッキングピンク。あれなんか、あれちょっと、あれ、みこさん、やっぱり隣の人なんかちょっとショッキングピンク。いや、これはね、薄ピンクよ、薄ピンク。ルーナ、薄ピンク大丈夫なのな？ちょっとルーナ、ショッキングピンクって言葉聞いた途端、ドキッとしたの。大丈夫だよ、薄ピンクだよ。ショッキングピンクはもっとさ、なんかこう、ギャルギャルしいというかさ、なんか、目がパッてなるような色だよね。みこさん、なんかピンク好きそうですけど、そう、薄ピンクが好き。ということで、ルーナが大好きということなのだね。うん、好きだね。色、めちゃくちゃ可愛いと思ってますね。マリンは？どう？ショッキング？マリンも可愛いや。なんか、すごい棒読みが。なんで、なんか素直に、でもミコね、マリンちゃんのこと、初めてこう、ね、デビュー前とか見たときに、もう、
どこの道じゃーと思ってね。ミコ先輩ってでもなんか金髪ツインテの女が好きなんだっけ。そうなの。金髪ツインテの月にミコは赤髪ツインテが大好きなの。そうなんですか。そうなんだよ。狙われた。蓋を開けたらこんなねえ、おパタン。え？嘘嘘。ね、めっちゃね、めっちゃ可愛いと思ってね、大興奮してたんだよ、猫。だからね、マリンカのね、ファンアートとかね、エッチな画像はね、結構カメラロールに入ってるの。めっちゃ保存されてるの。蓋は開けない方がいいな、みたいな感じでね。いやらしい目で見てるという感じではあるよね。やだ、変な目で見ないで。猫ちゃん、変われない。いや、ちょっと第2問もちょっと見ていきたいですね。そうなのね。行きましょう。行きますよ。それでは、お願いしまーす。はい。お？お？簡単。これは簡単なのよね。さすが姫、漢字強調なのだね。えへーん。まあね、保筆読めなかったけどね。ありがとう。ウインクしてるわ。これなんだ？き、木沢。木沢？木沢。おい。え？え？え？木沢？木が木沢、木沢みたいな言ってましたね。木沢の、え、な、この漢字をさ、なんか変な感じに言ったんじゃないのかな、これ。木沢？じゃあちょっと答え見てみますか。うん。なのね、はい。それでは正解の VTR お願いいたします。はい。木沢。木が、黄岩みたいな字に似てるのな。あ？黄岩？黄岩みたいな字に似てるのだでした。黄岩。黄岩って何？ん？マリわからないのら、ルナちゃんね。ルナもわからないのら、なんでこの問題？なんでこれを取り上げちまったのら？空気が変わったんですけど。あなた、何？で、こう、でも知ってる、黄岩。って言うってことは、ねえ、ルーナわからないのな。そんなに悪い言葉なんですよね。こう、そんなに悪い言葉？マリー悪いことではない。大事なことです。いけない言葉？いや、言ってもいいんですよ。そう、大丈夫なの？うん、大丈夫。もう大丈夫、これ放送大丈夫ってこと？大丈夫な、これ。大丈夫。ね、いや、マジで。まあ、これ、まあ、いや、まあね、まあ。じゃあ、釣りのね。そうなのだね、ちょ、わからねえのはね。